マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはダイエット中だから高カロリーなチーズは食べないで我慢してるなんてことありませんか？そこでこの動画では痩せるチーズの種類と美味しい食べ方がわかるんです。もしあなたがダイエット中でも美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ダイエットにおすすめ痩せるチーズの種類と食べ方についてお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜチーズで痩せることができるのでしょうか、そのダイエット効果と、2つ目、痩せるチーズと美味しい食べ方についてお伝えします。では1つ目の項目です。なぜチーズを食べると痩せることができるんでしょうか、そのダイエット効果お伝えしていきますね。まずもうこんなにあるんですけれども、チーズってですね、もともと脂質がありますけれども、チーズの脂質はですね、食べても分解されやすいんですね。なので脂肪として食べ込みにくい、脂質であるということがポイントです。2つ目、もう何といってもチーズですからね、豊富なタンパク質を摂ることができる。痩せるためにはタンパク質がとっても大事なんですね。そもそもタンパク質が足りてないと、いつまでたってもね、食欲が満たされないので食べ過ぎになってしまうんですね。そういった時に上手にチーズを召し上がることで、暴走する食欲も抑えることができますし、そもそも体を作る、元になります。これ絶対マストになります。で3つ目、実はですね、低 GI 食品なんですね。これは何かというと、チーズといえばですね、なんかこう太るイメージあると思うんですが、実は低 GI 食品といって、食べてもですね、血糖値の急上昇をこう抑えてくれる効果があるものになります。逆に高 GI 食品を食べてしまうと、ちょっと食べただけなのにバーンとね、血糖値が上がる、イコール脂肪をどんどんその間溜め込んでいくっていう、その悪いサイクルになりますから、こういった低 GI 食品を上手に召し上がっていくっていうのも、すごくダイエット効果が高いことになるんですね。では4つ目、脂肪燃焼効果がアップします。ビタミン B2 が多く含まれている関係で、食べたものをですね、その燃やしてくれる効果が高いんですよね。そういうことで、チーズを食べると脂肪を燃やすこともできますよということ。そして5つ目、食欲を抑える、このタンパク質とね、つながったお話になりますけれども、チーズはですね、あなたの暴走する食欲を抑えてくれる効果があるんですよ。そして6つ目、なんといっても発酵食品です。これすごく大事ですね。もう発酵しているだけでですね、もう本当にダイエット向きになります。例えば他にも味噌汁とか米麹で、作った塩麹であったり、またキムチとか納豆とかぬか漬け、こういったもの、チーズも含まれますが、発酵食品っていうのはもう本当にダイエット食品になります。もうそもそも食べる前から発酵してくれてるわけですよね。そうすると食べた後、お腹でその消化吸収するときに非常にね、楽なわけですし、そもそも痩せ菌と呼ばれる善玉菌がね、いっぱい含まれているのがこの発酵食品ですから、ぜひ、チーズプラスアルファ他の発酵食品も日々美味しく取り入れていただきたいなと思います。ではここから2つ目の項目です。痩せるチーズの種類と美味しい食べ方についてお伝えしていきます。まずおすすめ5つチーズがあるんですけれども、1つずつお話ししていきますね。まず1つ目はカッテージチーズになります。これは他のチーズと比べて脂質もカロリーも低い、一番ねダイエット向きと言ってもいいようなチーズになります。そして2つ目のおすすめはリコッタチーズになります。このチーズはですね、他のチーズと比べますと、栄養バランスがすごくいいっていうのと、カロリーも低めになりますから、ここもねダイエット向きのチーズということになります。そして3つ目のチーズはモッツァレラチーズですね。これはもうね、召し上がった方お分かりと思うんですけども、とにかく噛み応えがいいんですよね。もっちもっちしてて、よく噛めるイコール満腹中枢が刺激されて食べ過ぎ防止になるという意味で、とってもねダイエット向きのチーズになります。そして4つ目はカマンベールチーズです。私このカマンベールもね、個人的にすごく大好きなんですよね。これはですね、やっぱり糖質量が低いチーズ、イコールね、太る元といえば糖質ですから、糖質が低いっていうのはすごくおすすめです。ただちょっとね、カロリーの方は若干高めになりますから、食べ過ぎには注意しましょうね。そ
して5つ目のチーズはゴーダチーズになります。もうこれはですね、やっぱりタンパク質量がすごく高いチーズなんですよね。栄養価が高いのでおすすめなんですが、やっぱりねカロリーは高めなので、こちらも食べ過ぎには注意しましょう。ここまで痩せやすいねチーズ5つご紹介しましたが、前提の条件があります。何かと言いますと、無添加であることです。もうチーズもですね、どうしてもやっぱり美味しくするため、その長いね保存期間を得るためにこういろんなね、pH 調整剤とか香料とかも余計なものがいっぱい入っているチーズも実は多いです。なので今ご紹介したチーズは全て無添加のものというのが前提条件になります。で、私が今回ですね個人的に気に入っているチーズ、無添加チーズご紹介したいんですけども、3つあります。で、今回も私が大好きなお店カルディさんで選んできました。で、1つ目はですね、ちょっとおつまみにもいいかなと思って、この見えますでしょうか、デンマークから来たチーズなんですけども、ナチュラルチーズとオリーブということで、アーラのホワイトチーズブラックオリーブ入りです。で、原材料名がもうとってもシンプル、ナチュラルチーズとブラックオリーブ、菜種油と香辛料ということで、これ無添加のチーズになっています。で、これはね見えますか、すごくこのハーブが効いた香辛料が入ってて、やっぱりねおつまみとかちょっとしたおやつなんかちょっと欲しいって時にねおすすめになりますので、ぜひねこちらホワイトチーズになります。召し上がってみてくださいね。そして2つ目のチーズはこちらです。ベルギー産のモッツァレラチーズです。ミルキーであっさりとした味わいが人気、加熱した時の溶け具合と伸びの良さが特徴ということで、これ本当ねそうなんですよ。で、こちらがですね 110g 入っていて、原材料名がナチュラルチーズ、生乳と食塩のみでできている完全無添加のチーズになります。こういったのもね、このままカットして召し上がってももちもちして美味しいですし、ちょっと加熱してねちょっとこうゆで野菜とかにトッピングして食べてももうめちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。では最後3つ目はこちらです。フランスから来たカマンベールチーズになります。こちらはですね、イル・ド・フランスのカマンベールチーズで、原材料名が生乳とクリームと食塩のみでできている完全無添加のチーズになります。で、これはですね、なんかおすすめの食べ方が載っていて、30分前に冷蔵庫から出して、あの室温ね常温に戻すとナチュラルチーズ独特の味わいが一層引き立ちますということでね、おすすめのこうワインとセットでミディアムボディの赤ワインがおすすめだそうです。もうこれもめちゃくちゃ美味しいですね。やっぱ冷たいまんまよりもちょっと常温に戻された方がお腹も冷えませんし、私もそうしてるんですけども、おすすめです。やっぱり冷たいものを食べてしまうと腸が冷える、結果腸が動かなくなって代謝が落ちて太ってしまうので、冷たいものは控えていきましょうね。ではここまでご紹介しましたチーズなんですけれども、いくらねダイエット向きであろうとも食べ過ぎてしまったら元も子もないですよということで、じゃあどのようにですね食べればいいのということで、具体的な方法をお伝えして終わりたいと思います。もうまずはですね、間食として、もう例えば食事と食事の間にうわお腹が空いたっていう時ありますよね。そんな時にせっかくね頑張っているのにチョコレートとかスナック菓子を食べてしまうとやめられない、止まらない、また元通りになってしまいますから、そんな時にねもうこのチーズを活用してもらいたいんですね。で、もう大体間食としてもどんなに食べても 100g 程度にしましょう。食べ過ぎてしまってはカロリーオーバーです。そしてねよくよく噛みましょう。もう一口入れたら30回以上は必ず噛む、もう最低ですね。よくよく噛んでいただきますと食べ過ぎ防止になります。で、またねこのチーズだけっていうよりは、ちょっとこう素焼きナッツ、あのアーモンドとかビタミン E が含まれているものですね、ナッツと一緒に召し上がってもらうとカルシウムの吸収率が良くなるので、カルシウム不足の方にはこのチーズから取る分はおすすめになります。で、またね実は先ほどもお伝えしましたこのチーズですね、赤ワインミディアムボディの赤ワインが合いますよってご紹介したこのカルディさんのこのカマンベールチーズなんですけども、やっぱり赤ワインと一緒にこのチーズ召し上がりますと、あの脂肪酸をね減らすことができるので、脂肪の吸収も抑えることができますから、ワインももちろん飲みすぎてはいけませんけども、やっぱりワインにはチーズって納得ですよね。こういったいい効果がありますから、ぜひチーズを、そのちょっとしたねおつまみに持っていくときは、こういったいいチーズ、無添加のチーズとお酒は
糖質たっぷりのチューハイとかね、そういったのではなくって赤ワインがおすすめになります。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のお話ポイントは、太りそうなイメージがあるチーズ、実はダイエット効果が高いんですよっていうこと、そして食べるなら今お伝えした5つの種のチーズがベストなんですが、前提条件は無添加であることでしたね。適量美味しく召し上がっていきましょう。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。